ベスト8最終試合です。呼び込みます。 MK34 VS ドタマ上がってきてください。この試合もビート変わります。シオンさん準備できたら聞かせてください。おいおい、こちらのビート戦っていただきます。先攻後攻のじゃんけんお願いいたします。それではベスト8最終試合です。先攻 MK34 後攻ドタマ、そしてスリーさんレディーファー。いやいやベスト8から持った世界、俺たち世界メダルバキャナサ世界ネボマテナテナハ、全てのマテナサ全てナナ、俺たちヤバライブ音楽でハイワイ、全て変えるのだけ俺たちは全てやるんだぜ、俺たちはさ今に見てろ、お前ら甲羅の審査員にケチつけろ。ゲタルコースをやるだけ、俺もこれでができるか分かんないけど、俺だけでやるのか、これが全部やれるかどうかも分かんないけど、やっぱりやるか、これが早口なのかどうかも分かんないけど、俺はこれでやってるだけ、俺もやってきたぜ甲羅の審査員。遥か遠い昔の話、君も昔所沢航空公園のキッドホップパーク MC バトル出てた俺は審査員、今日やれてマジで俺は嬉しいぜ。いやこんなのさ夢みたいだろ、中3の時に優勝した時の審査員だぜ。はい、こっからさ立ち上がる、俺ももっと上にさなり上がる。はい、これがバッバとしてのさ定義、俺はさ元気、全てを変えるぜお金に現金、誰乗り方なら他の誰よりもウェイビー、成り上がって現金手にする、ベタだね、ほんとベタだね。俺は MC バトルで興奮と感動を味わえれば1円もいらねえ、あっていうのは嘘だけど、しっかりここで客を沸かせてそれにフィーでバックしてもらう、それだけの話。成り上がったらそのなんか変なあのお守りの数珠みたいな、これもなんかありがたいこと。これはヒップホップとしてのさ文化だろ、そんなもん学んでな、お前おっさんかよ。はそれが分かってね、全てがヒップホップ、お前もダサすぎシップしてジップロック、ワイソングワイだぜ、俺たちはさ全てをさ変えるため、俺がさもっと上に勝ち上がる、そして手裏剣さ賞金で駆け起こる。おっしゃる通りおっさんだよ、でもこの子のダサさに降参だよ。音源ダサいとか今期逃したおっさんとかダサいダサい何回言うねんみんな、俺嫌われ者か、でも俺ここに立つ本物だよ。お前な MK34 全部それお前のただの感想。終了です。じゃあバッチリ聞いていきます。いきます。先攻 MK34、 後攻ドタマ、勝者 MK34。ドタマさん何かあったら大丈夫ですか？ありがとうございます。